金港湾に日が沈み、おはようございます。声が本当に長渕さんみたいになってますけど、あれが、ね、燃えて上がるは小原ら桜島でございます。声はこんな感じですが、気合だけはいつも以上に入っておりますんで、カイト日記シリーズよろしくお願いします。皆さんおはようございます。レバオンでおなじみユーボーでございます。さあ、声がですねちょっと残念な感じになっておりますが、こちら鹿児島県は霧島市にありますレオンプレミアムスロット霧島店さんにお邪魔しております。気になる抽選結果は19番ということで、狙い台はアラジン S2 かな、取れれば、まあ、狙い台が取れればいきたいと思います。それでは街道日記シリーズ第9回有望の街道日記よろしくお願いします。さあ入場です。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。おし、昨日下見で、まあ打ちやすい角っていうのもあるんですけど、これを打ちたいなと思ってました。さあ、それでは行ってみたいと思います。楽しなかったぞ。まあ朝一はねまだ分かりませんので、まずはチェリーマスですね。はい、ただいま255ゲームですね。なんですが、あまり動きが良くないので、幸いまだ隣が空いてるので、隣に移動してみたいと思います。今日はこういう動きになると思います。はい、隣の台なんですが129円のスタート、あの隣でね朝一の挙動を見てたら高額スタートっぽかったりしたので、気になっていたんですが、まあ気になっていたのでこっちに移動したわけです。あら、コイン持ちがあまり良くないんでですね、走行スピードが結構速いんです。ただいま19本、950枚。
と男性の態度は低いと思います。うわー、緑時間目最低。
10連はい、決まりました。マジか。あー、よかった、なんとか継続してくれましたよ。宝箱ちゃんとゲームが1ゲーム増えました。キャンジェリーが来るかもしれない。チャンス、よかった。はい、パンチ。はい、宝箱2つゲットです。これで13ゲームになりました。いける。あー、よかった、セーフです。よし、順調にスーパーアラちゃんのゲーム数の分母が増えてきてますね。あとはアラちゃんのゲーム数を伸ばして終わったりさせると。総自分回収するまでですね、スーパーアラちゃんが続いてくれていたらいいなというところです。よし、13セットで終わりました。欲を出すといかんすね。もう一回チャンスですけど、ハッス、うわー、危険だった。終了です。投資1100枚なのでちょっと足りませんが、だいぶ戻ってきましたよ。さあ、ここからの引き戻しでプラス1に浮動させたいですね。はい、もらった、戻しました。さあ
完全に落ちたかな。なので、このタイミングでちょっと周りを見て移動するかどうかを決めたいと思います。ちょっとね、アラジン、一回 AT が終わって落ちるじゃないですか。あそこで弱チャンスでとラクダとベンチなんでか引いて、それで引き戻せなかったのがもう僕の心を完全に折ってしまいました、ね、なんでいつも心理ってバラエティで勝負したいと思います。もう目をつけてるのが一台ありますんで、3、4年前の台になると思うんですけど、このコードギアス反逆のルルーシュで勝負をしてみたいと思います。早速行ってみたいと思います。どうなんだろう、このね、粒だけ見てると全然ハマってないんで、いいグラフに見えるんですが、やっぱね、A プラス ART なんで、まずはボーナスを引いて、そこから ART、グラフ見れるように入れたいなと思います。
忘れると思うこれ。とつのお天気とさすがにね、今日はアラジンで全然ダメだと思って。
連勝記録を伸ばしたかなと思ったんですけど、なんとか持ち直してます。あ、回ってました。いやー、ちょっと今休憩してるんですけど、まあループシステム良かった。入ってあれに入ってなかったら多分もう単発とかよく頑張って2連とかで、まあ、ボーナスいてよしみたいなね、多分そういう展開になって、どうにか取り戻すか負けるかっていうところの境目で終わってたと思うんですけど、いや良かったですね。相変わらず声は出てませんが、良かったです。ということで、まだ残ってますんで、そろそろ休憩終わって戻りたいと思います。やっぱりね、休憩室から戻ってきたらここにすごい目が行くんですよ。近日リニューアルオープン、ぜひね、ここに何が入ってるか気になる方はレオンさんとホームページなどでチェックしてみてください。戻ろう。
ました。ありがとうございます。ちょっと古畑任三郎みたいな声になってますけど、ありがとうございます。やりました。2650枚です。ありがとうございます。シリーズ第9回有望の街道日記実践終了しました。お疲れ様でした。投資1100枚回収がなんと2650枚ということで、1550枚のプラスでした。ありがとうございました。皆さん、私有望の街道日記は連勝記録継続中でございます。これで7連勝になりましたのでね、節目の連勝10勝10連勝みたいな感じでね、目指していきたいなと思っております。以上、シリーズ第9回有望の街道日記でした。お付き合いありがとうございました。TTube 人気のパチンコパチプロ動画が無料で見られる。スケジュールをチェックして人気ライターの来店情報を受け取ったら番組収録を見に行こう。完全無料、今すぐダウンロード。